デビルメイクライ4スペシャルエディション15回目、ミッション15、フォルトナ城、氷軍の群馬を殲滅せよ。前回の14回目ですね、まあ、森をひたすら走り抜けまして、地面からねこう捕まえに来る敵をかわしながら抜けたところでした。でフォルトナ城まで戻ってきましたよってとこですね。まあ、特に大したお話の流れも前回はなかったので、まあ、そのまま先に行きましょうかね。でですね、はい、まあ、スキルも取ったので、じゃあこれでアイテム、あまり関係ないか。はい、じゃあ行きますか。ミッションスタート。いつもね開始直後に L1 と R1 間違うので、 R1 ですよね。でトリックスターにしてるかな。はいよ。お、像がある。お、どこまで上げたらいいのかな。はい、 B。 A はどうですか。これで A 行くでしょ。A もダメ。 S かな。はい、打ち上げて打ち下ろして、キー、 S でもない。よし、ユルオーブ、どうもー。こっちでいいのかな。舞踏場、お、なんですか。なんか出たな。いいね。今攻撃当たんのかい。いけ。おっと、ギリギリ全然ダメじゃないですか。いけ。ほい、どうすんのこれ。あ、ダメですね。入った。あ、全然ダメですね。おっと、どうやって攻撃当てんだこれ。いけー。お、もう死んでしまいそう。あらー、いいえ。ちょっと待てよ、これどうやって戦うんだ。コンティニュー。OK。
剣が効かないよね。あれ、これもう一回やり直し。あ、これは大丈夫ね。さあどうしよう。電気でねビリビリしてるんで剣が弾かれちゃうんですよね。銃で撃つしかないのかな。いた。で、おっと、あ、なし姿を現したら攻撃の前モーションってことですね。これ引いてんのかね、これ。ダメですよね、やっぱりね。これでいいの？どうなんだこれ。いたー。おーっと、おっとっとっと。これ引いてんのかい。引いてんのかなこれ。倒せる気が全然しないけど。あー、いいえ。ちょっと待って、これどうすんだ。さあやってきました。さあ、さっきからやってる銃を当てるので当てんのかね。あ、いた。ほっ、どうなのこれ、どうなの。よいしょ、開いたー。いや、おいた、開いたー。これでいいのかな、ほんまに。
どうですか、どうですか。お、雷剥がれた。はい、手手手。え、さらに何かなんの？速くなった。いや難しいねこれ。でもとりあえずはチャージちょっと打ちゃそれで大丈夫ってのは分かりました。さあ頑張ろう。コヨーテの方がいいのかな、それともエボニー&アイボリー、どっちの方が当たるんかね。動きが速いからこっちの方が良さそうよね。さあ貯めとこう。よいしょ、貯めて、おっと、合わす方に専念してる方がいいのかな。止めといて、よいしょ、おっと、よいしょ、おった、当たってもた。はい、入った。早いよね。よし、めくれた。よいしょ、よいしょ、はい、あ、つけ、おーっと来た。あー痛い。早なるんですねこれやっぱりね。よいしょ、はい、チャージショット、チャージショット、お、倒した。いやー強かった。あれ雑魚的なんですか、あれ怖えな、あんなん出てくるの。めっちゃ強いじゃないですか。はい、これはぶっ潰れた強行内のとこですね。あ、巨大な氷壁が1階を覆い尽くしている。町へ戻る扉すら近づけない有様だ。この魔の力を放つ氷壁を崩すには元凶を絶たねばならないだろう。ということは、お、なんかある。あれ、どうやって取りましょうか、あれは。そんなスキルはないかな。ないですかね。あれは取れないかな。
無理やしね。ソードマスターやったらどうですか、ダメですか。フィナルガードはダメですか、ダメですね。やめた。こっちかな、これは関係あるかな、ないな。資料展覧室、あ、ここか。とりあえずレッドオーブはいただいておいて、これは動かせないもんね。お、それだけかな。グリーンオーブください、どうも。こっち抜けるだけかね。蔵書室、前に来た時もこの上なんかありそうやなーとかって言ってて、結局何もなかったんやったっけな。多分なさそうですね。お、なんか出ました。おう、マジかい。剣のやつもおるよね。おお、なんかやってる、なんかやってる。痛い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 。よいしょ、つないで、はい、よいしょ。ああ、痛い。よいしょ、よし、一体撃破。はい、はい、さあ、オッケー。はい、いたいたいた、よっ。よいしょ、痛い痛い、はい、そうかわされた。よいしょ、およし、オッケー。あの剣のやつ結構強いですよね。お、グリーンで、こっちもかな、グリーンいただいて、他はなんか壊せるもんありますかね。特にないのかな。こっちか、お、レッド、よし、いただき。で、どこ行くのかな。あ、この下かいな。よいしょ、お、なんかある。シークレットミッション、フォルトに捕まることなく無傷で敵を全滅させろ。おお、シークレットミッション9。フォルトっていうのは地面から出てくるやつのことかい。
無傷なんですよね、これ。ひたすらついた方がいいのか、動き続けてる方が無難な気がするけど、どう？すっごい。あー、やーめた。こっちかな。大回廊。あ、どこ、これ。あ、端っこの方ですね。はいはいはい。あ、すごい氷だらけですね。さーて、どうしたんだいいのかな。まあ、とりあえずいただくものはいただいといて、まあ、これもこれらもいただいといて、こっちに行くのか、それともこっちは進めないよね。こっちも無理？無理ですね。じゃあこっち側か。晩餐室。あ、前に火の玉が飛んできてたところかな。はいはい。お、なんだい。あー、出ましたね。あー、でかいのも出てる。よいしょ。よいしょ、よいしょ、はい、こっちか、はい、これで終わりかな。はい、飛んで、よいしょ、続いて、はい、よいしょ、はい、ついてついてついて、よし、打ち上げて、打ち下ろして、はい、ついて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 、はいよ。こいつらそんなに強くないですよね。いたーいたー、マジか。特に壊せるもの、机の上ぐらいかな。はいよ、椅子もかな。はいはいはい、食材は潰せない。じゃあこっちへ、大回廊、氷の壁を抜けたんですね。こっち側に行って、グリーンオーブはあるけども奥には行けないですよね、あれね。こっちかな。じゃあ、こっちも行けるし、ここは塞がってる。あー、よし、やっぱりここはレッドオーブありますね、常にね。ってことはこっち側かな、行き道はここしかないですよね。はい、修練の塔。
お、なんか出ますね。誰だ？こいつか。嫌だわこいつ。苦手なんだよね彼。あーっとしまった。よいしょ。なかなかね彼こっちが攻撃しても引かないんですよね。はい、おい、よし、じゃあ、おい、お、さあ、OK、どうや、OK。じゃああの奥へ行くんですよね。こっち側、あーでも穴開いてるよな。行くしかないですか。あ、またここ登っていくんかな。はい、これじゃない。これをあそこに乗ったら上に行けるってこと？でもこっちから行ったらレッドオブ取れるよね。なんかある。よし、いただきました。中もこんな感じのとこあるのかね。落ちました。ジャンプ。ああ、お、あーっと、そこもなんか部屋があったような気がするけども、こっち側は何もないのかな。何もないですね。はい、じゃあこっち行ってここ行って、他は何か見えるかい？この辺も何も見えないっすよね。あ、あるわ、ここ。はい、取ったよ。あれ、これでいいのかな？違うね。戻ってきてしもてるもんね。はい、こっちのこの装置に乗ると。おお、すごい勢いで飛んでいきましたよ。あ、一個上の階に行っちゃったのかな。よし、でこっちですか。上手しつつ、まあ、こいつらは別に楽勝ですけど。よいしょ、はい、いや、ちょっと雷に出てない。出てるよねこれ。待って待って待って、それはあかんて、それはダメ。こいつら先に、あーっと、待って待って、それ先倒させて、待って
って待って、あかんてー、その雷のやつ一緒に出んのはあかんてー。あ、いた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 、よいしょ、よいしょ、とにかくチャージしたやつを打ち当てて、いた、あったあったあった、よいしょ、邪魔だな柱が、よいしょ、いいよ、まだか、まだ雷は剥げないか、よし来た、助け、助け、あ、来た来た、あれまた黄色になったよ、よいしょ、赤じゃないの、おーっと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 、よいしょ、どこ行った、どこ行った、おーっと、まだかい、入んねえよ、入んねえよ、地面の中、はいよ、はい、つけ、赤雷、あ、いたいたいた、はまってもた完全に、はい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 、よし、オッケー、強えわあいつ、こんな狭いところで出たあかんて、グリーンオーブあるかな、あーもう壊せそうなもんないな、これはダメか、よし行こう、衛兵墓地、あーっとここか、だいぶ戻ってきたね、あの上にも何かあるし、はい、はいよ、こっちから何かあったっけかな、シークレットミッション、あ、攻撃をせずにスタイリッシュランク、これは分からんかったんですね、やめとこう、さて、あ、オッケーオッケー、まあ、この辺のやつはじゃあ潰してたくさんオーブを集めときますかね、はいはい、で向こうも、まあ、これで集めんのは集めて、あとはさっきの上のやつですよね、前ここで取れなかったかんね、あっちにゴールドオーブもあるな、おー、なんか
まずあったかな。なんかあるかな。ジャンプ中に向こうに行けるような技。こうなっちゃうし、ジャンプ中に前に移動できるような技はあるかな。ないっすね。これもその場ですしね。あ、これか。オッケーオッケー。あ、オッケーオッケー。じゃあジャンプジャンプ丸で、あー、乗れそう乗れそう、いけそうな気がする。どう？あ、オッケー。で、でやな。おし、取った。いけんじゃないですか。じゃあ、左側のやつも同じ要領かな。ジャンプじ、あ、間違えた。ジャンプジャンプ丸乗ってしまって、左にジャンプジャンプ丸。おし、取れた。いただきます。オッケー。よし、じゃあこっちかな。前カエルと戦ったとこですよね。あれ、またいてる？もしかして。色が変わってるな。なんか色違いですかね。あ、凍っちゃった。はいはい、よいしょ。はいよ、よいしょ。おう、はいはい。なんだ、よいしょー、消えちゃうんですね。はい、おったおった。よいしょ。どこ行った？どこ行った？またあんただけかい？あー、ガンガンガン、はまらない。あーっとー、よー、さあ、つけ、よいしょ。さあ、つけ、よし、はい。おーっと、もうちょいね。あーっと、食われたかな今。
おっと、はい、はいよー、これで勝ったと思うなよ。まだわしの兄弟や。まだ喋ってたのに。なるほど、うじゃうじゃ嫌がるな。何これ、過激なハンドスピナーって感じですかね。あれ落ちた。パンドラ、666もの形態に変化するという魔界の兵器、無数の悪魔を一瞬で殲滅できる。 PFO13 エピデミック、地上で死角。パンドラをボウガンに変形させ、爆発力のある弾丸を発射する。攻撃が命中するとパンドラに魔力を蓄積することができる。死角を押したままで変形コードを入力することで様々な形態に変形する。え、何、これ銃の一種ですかい。あー、なるほどなるほど。え、変形コードってのは、おー、お、あ、なになに、どうしたいのこれ、どうして。2発しか撃てない。あ、時間制限があるのかな。この間連打すればいいの ?2 回だけ。なんだこれ。あ、魔力が蓄積されてないからかね。まあグレネードランチャーみたいなもんですかね。はーい、ためるのはためれるんやけど、それその後何があるんだこれ。おお、ああ、ジャンプの時には、はははは、なんか難しいですね。ためがでよくわからん。まあ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 、手に入りましたよってことですね。さて、下に行ったらいいのかな。オッケー。お、久しぶりにランク A 出ましたね。
でミッション15クリアですね。さあ今回はあれでしたね、城を抜けていくだけっていう感じですかね。でその途中で、氷の壁を作ってる元凶を立たないと町に戻れないみたいなことが書いてあって、多分それがさっきのカエルなんでしょうね。カエルを倒したんでこれでやっと町に戻っていけるのかなというとこらへんでしょうか。まあ、また次ミッション16はね、次回やっていきたいと思います。じゃあ今回この辺で、ではではお疲れ様でした。